6時15分現在の高速道路情報をお伝えします。芝浦ジャンクション付近を頭に平和島ランプ付近まで5キロほど渋滞しています。続いて首都高速湾岸線東行きの情報です。臨海副都心を先頭に東扇島ランプ付近まで16キロほど交通集中のため渋滞しています。この渋滞を抜けるのに10分ほどかかります。続いてその他の高速道路のお知らせです。6号三郷線下り常磐自動車道入り口付近から向島まで雪が降っています。この悪天候のため最高速度が50キロに制限されています。また現在閉鎖されている入り口は上りの台場、上りの新都心西、内回りの霞ヶ関、外回りの霞ヶ関、上りの羽田、下りの羽田です。またこの悪天候のため2車線を規制しています。お急ぎのところご迷惑をおかけしています。以上高速道路情報をお伝えしました。情報をお伝えしました。